さあ、今日なんですが、そんなですね。あの京都で大変ご尽力いただいた方にお越しいただきました。スペシャルゲストになります。あの今回、現代の京都を描くにあたり、この方々ご協力いただきました。ご紹介させていただきます。では、あのご紹介させていただきますね。熊谷正美さん、そして熊谷ゆきさんです。ありがとうございます。では、花束を。 お受け取りください。 どううもありがとうございますではお二人そちらに立っていただきましてちょっと私からですねお二人についてご紹介させていただきます熊谷さんたちは先祖代々続く京都の老舗の呉服屋さんで現在5代目の当主が正美さんでいらっしゃいますこの映画を完成させるために撮影の時から多大なるご協力いただきました映画「ことは熊谷さんをはじめ京都の多くの方々にご支援いただきまして本日完成披露を迎えることができました熊谷さんどうもありがとうございました ありがとうございました。熊谷正美さん、そして娘さんの熊谷由紀さんでした。で,では、最後に松雪さんと監督にマイクをお渡しいたしますので。監督からご来場のお客様、これから見ていただく方にメッセージをお願いいたします。はい、えっ、ー、と。まあ、本作はあの、日本の伝統文化、そして精神がこう。 詰まった映画ですで京都で、えー、と先行公開しますけどもやっぱ「琴」というタイトルを背負った映画ですのでまずは京都そして日本の方にこう認めていただいてでそ,そしてそれからですね最後は、えー、と世界にまで持っていきたいなと。 思ってますのでこのでこ本作に込めたこう日本人の精神っていうのをこう最後のエンドロールを聞きながら、えっと、感じていただけたらなと思います、えっと、皆さん一人一人のですね今日最初に見ていただいた方のこう口コミといいますかということでこう伝わっていく映画だろうなと思ってますので本今日見ていただいて何か感じていただいたらぜひ、えっと、周りの方々を誘っていただければなと思いいまますすどううかよろししくお願いいたしますありがとうございます。 それでは最後に松行康子さんお願いいたしますはいえと、ー、の世界のその後を描いている今作は本当にその母と娘の物語ですであの一言で伝統をこう継承していくことっていうのそんなにやはり簡単ではなくて何かその親たちそしてその前の前の先祖たちが 培ってきたものを背負ってきたものをその次の代に渡していくっていうのは非常にあの難しい問題でもあり <laughs> ともすれば娘や子どもたちに対してはそれがすごく重圧になってしまったり未来を遮断してしまう可能性にもなりうることでもある中でまあ 私が演じた千恵子という人物はその重圧と苦悩の中娘にそれをどう渡していくべきかっていうあの姿が描かれてますしそして一方奈子の娘である結衣はああまあ画家という才能を持ち日本ではない場所へ飛び出し一人で戦う中で苦悩して 生きながらそれをまあ支えるまた母の姿というものを後悔ないこという女性を通して演じたんですがあの非常にあの自分が出来上がった作品を見て感じたのは川端康成先生がお書きになった小説をあの読み進めていった時の最初の自分が感じた感覚と本当にすごくリンクしていましてその小説の中ではすごく情景の描写が が本当に繊細に非常に美しく京都という街並みそしてそこに生きる人々の強さや純粋さ無垢な姿を本当に丁寧に描いてらしてそれがすごく美しくて感動的だったんですけど今回の作品もその世界観その空気感命はあの前編を通してあのしっかりと描かれて いましたしたその中で次の世代未来への子どもたちへどうやってつないでいくかという、まあ、非常にあのシンプルなテーマではありますがすごく普遍的な物語でもあると思うしさまざまな視点で母の立場ですとか伝統、まあ、を守っていかなくてはいけない人の立場ですとか娘 若い世代の娘たちの立場いろんな視点で見れる作品じゃないかなと思いますすごく静かにじっくりと穏やかな作品ですので今日はぜひ皆様あのゆったりとした気持ちであのご覧になっていただければ幸いですありがとうございますどうもありがとうございました以上もちまして映画コット完成ヒーロー舞台挨拶は終了いたします